皆様こんにちは、セリナです。今回は12月1日先行発売、1月20日全国発売のルナソルスプリングコレクションスプリングメッセンジャーよりアイカラーレーション EX28 フローラルメイズと EX29 ナイトガーデン、イギリセントグリッツの EX01 番バタフライアディクトと EX02 番ラビリンスをご紹介していきます。12月も始まったばかりですが、もう早くも春コレクションのご紹介ということで、見た目からもこの春らしいカラーがすごく素敵ですよね。先行発売では特にヒーリセントグリッツがすごく人気だったようで、私が購入した店舗では朝一で即完売だったそうです。今回もアイシャドウは単色塗りとルック、マルチスティックはまぶた、頬、唇のそれぞれのパーツに乗せてみて実際のイメージをご紹介いたしますので、1月20日の全国発売までにぜひチェックしてみてください。またサブチャンネルでこちらのコレクションの別の使い方パターンなどもご紹介予定ですので、ぜひサブチャンネルもチャンネル登録してチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ルナソルスプリングコレクション2023スプリングメッセンジャー。艶めく羽を広げて可憐に舞う、柔らかな風に身を委ねる、美しく強く輝く春を告げる。ご紹介していくのはルナソルアイカラーレーションの EX28 番フローラルメイズと EX29 番ナイトガーデン。春の光を遊ぶようにふわりと舞う、しなやかに羽ばたく蝶の幻想的な姿を描き出すように、淡く包み込むような透明感のある色と繊細な輝きを重ね合わせ、澄んだ目元を演出する4色セットアイシャドウ。可憐でありながら凛とした存在感をまとって、柔らかく発光するかのような魅惑的な眼差しへ。EX28 番フローラルメイズは透明感のあるラベンダーと包み込むようなオレンジが繊細な印象のフローラルメイズ。 EX29 番のナイトガーデンは夜の澄んだ空気をまとったブルーにピンクのニュアンスが神秘的なナイトガーデン。続いてイギリセントグリッツ、 EX01 番のバタフライアディクトとEX02 番のラビリンス。まぶたに、頬に、唇にミステリアスな輝きを、ブルー、グリーン、パープルに揺らめくミスティックパールが光を受けて滑らかに表情を変え、蝶の羽のように幻想的なニュアンスを与えるパールスティック。メイクに重ねてニュアンスチェンジにもこれ一つでも、見るたびに移り変わる表情で惑わせて引きつけて。EX01 番のバタフライアディクトは赤みを感じるブラウンに揺らめくパールが魅惑的なバタフライアディクト。 EX02 番のラビリンスは神秘的に光り輝くパープルが迷宮のような奥行きを感じさせるラビリンス。まずはイギリセントグリッツから実際にお顔の上に乗せてみたいと思います。ブランドからの説明によると、まぶたや頬や唇にも使えるマルチスティックということで、単色でも使えるとのことだったので、まぶた、頬、唇に塗ってみてどんな感じなのか見ていきたいと思います。まずこちら側に EX01 番のバタフライアディクト塗っていきます。まずアイシャドウとしてまぶたに塗ってみます。手元で見た時も結構しっかりカラーがつくなぁと思いましたが、こんな感じでまぶたの上に乗せてみると、一度塗ったとそこまで濃く発色しすぎる感じではなく、パープルやブルーのパール感がとても綺麗です。質感としてはとてもしっとりとしているので少し重さを感じます。はい、 EX01 番のバタフライアディクト、指にとって薄く発色させてみるとこんな感じです。顔を動かすたびに偏光パールが艶めいてすごく綺麗ですよね。
指にとって塗ると結構発色はナチュラルなので、スティックを直接塗ってみたいと思います。まあ、でももうパールがよりしっかりと乗った感じはしますが、そこまでベースのカラーが濃くつきすぎるというわけでもないですね。はい、直接しっかり塗ってみました。光の当たり方によってブルーやグリーンやパープルの3段階に表情を変えるということで、本当に顔を動かすと高いところにパープルやグリーンやブルーのカラーを感じますね。塗りつや感もすごく綺麗です。続いて頬に塗ってみたいと思います。まずは指で動かしていきます。手元で見た時に意外とパープル寄りだなと思ったので、単色塗りで頬に使うのにはどうかなと思いましたが、意外と肌の上に乗せてみると赤みのブラウンのベースが効いているので、ブラウン系のチークの深みもありつつ、パープルっぽい透明感のニュアンスもあって、チーク使いもすごく可愛いですね。はい、まずチーク使い指で塗ってみるとこんな感じでした。パールの濡れツヤ感がすごく綺麗ですよね。カラーもブラウンベースなので、お顔をキュッと引き締めてくれる効果もあります。スティックから直接塗ってみるとすごくオイルっぽくて伸びがいいので、全然こんな感じで綺麗に伸ばすことができます。このくらいしっかり発色させても綺麗ですね。はい、しっかりと発色させるとこんな感じです。よりベースの赤みブラウンが生きてくるので、チーク使いはスティックから直接塗った方が綺麗に使えるかなと思います。最後リップに塗ってみます。リップに使うのにはパール感が強いので、ちょっと唇の乾燥が気になるかなと思いましたが、すごくオイルっぽいテクスチャーなので全然乾燥する感じも気にならないです。立体感が出て可愛いですね。はい、最後リップに塗ってみました。リップに使うとより偏光パールのグリーンのカラーが際立って立体的な唇に見せてくれます。意外と単色塗りでも可愛いですが、リップは他のカラーの上からプラスしてあげても可愛いと思います。先行発売でも即完売などが納得のアイテムです。 EX01 は残したまま、反対側に EX02 番のラビリンスを塗って比較してみたいと思います。まずまぶたに指塗りしてみます。 EX02 番はパープルカラーがベースになっています。パールが白っぽく光る感じがするので、 EX01 番よりもより透明感がアップする感じがします。はい、 EX02 番指塗りしてみました。 EX02 は意外と指塗りでもしっかりパープルのカラーが乗ってくれました。青みピンクのベースに青紫に光るようなカラーで、儚げな透明感がアップしてすごく可愛いです。こちらも単色塗りでも全然使いやすいですね。スティックで直接塗ってみます。直接塗るとよりしっかりパープルカラーが乗りますね。はい、スティックで直接塗るとこんな感じです。よりピンクのニュアンスが増した感じがします。ピンクのカラーがより際立つので、春らしい柔らかさがぐんとアップします。続いてチークとして塗ってみます。はい、指塗りだとこんな感じです。頬の上にのせると自然な透明感を出してくれるような感じなので、単色で使うよりもベースに他のチークカラーを塗っておいて、その上からプラスする方がより使いやすいかなと思います。ハイライトとして使っても可愛いと思います。ではスティックから直接塗ってみます。スティックから直接塗るとよりパープルのカラーがしっかり乗ります。はい、こんな感じです。しっかり発色させてもほんのり青みピンクのカラーが乗る程度なので、やはりこちらはハイライト使いか重ね使いの方が綺麗かなと思います。でもこの濡れツヤ感が
すごく綺麗ですよね。最後リップとして塗ってみます。リップに塗るとパープルのカラーとブルーのラメが際立ちますね。はい、リップだとこんな感じです。リップ使いも単色塗りだと白っぽいイメージになってしまうので、こちらも何か他のリップカラーの上から重ねた方が可愛いかなと思います。秋冬に使っていた深みのあるカラーの上にのせて春らしい透明感を出したり、ニュアンスチェンジにも使えそうですね。はい、外の自然光で見るとこんな感じです。自然光で見るともう少しギラギラしてしまうかなと思いましたが、ラメではなくパールの艶めきなので、室内光で見ていた時と同じくらいの綺麗な程よい濡れ艶という感じなので、自然光でも変わらないイメージで使いやすいなと思いました。特に EX01 の方が角度によってグリーンのパール感が分かりやすいかなと思います。自然光で見てもしっかりとカラーが乗っていますね。はい、チークはイリジセントグリッツ EX01 番単色塗りで、リップはスックのシアーマットリップスティックの11番春雷の上に EX01 を重ねてみました。ベースに塗っているのが柔らかいマット質感のリップなので、パール感が際立って可愛いですよね。この状態でまずはアイカラーレーションの EX28 番フローラルメイズをご紹介していきます。まずは一色ずつまぶたに単色塗りをしてカラーを見ていきます。パレットは左上から順に ABCD と番号が振ってあって、まずこちらの A のカラーは澄んだ輝きが揺らめきを発光するようなカラー。今回の限定パレットのこの A のカラーは幻想的な蝶のような美しさを表現したカラーだそうで、見た目もマーブル状になっていて少し特殊ですよね。実際に塗ってみるとこんな感じで発色がかなりナチュラルです。はい、 A のカラーはこんな感じです。白に近いような柔らかいグリーンのベースに微細なラメがキラキラと輝きます。パープルも入っているので透明感もアップして見えるようなカラーですね。粉質は今回すごく軽くてさらりとしています。続いて B のカラー、繊細な光感でニュアンスを与えるカラー。 B も手元で見た時にすごくナチュラルだなと思いましたが、こんな感じでまぶたにのせてもかなり柔らかくオレンジが発色する程度ですね。はい、 B のカラーはこんな感じです。カラー自体はルナソルらしい柔らかい肌なじみのいいオレンジです。角度によって微細なラメのきらめきを感じます。 B のカラーも発色はすごくナチュラルです。はい、 A と B それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いてこちら C のカラー、光に包まれたような澄んだ彩りを与えるカラー。パレットで見ると鮮やかなパープルに見えますが、こんな感じで春らしい柔らかいパステルカラーのような発色です。はい、 C のカラーはこんな感じです。ピンクに近いような柔らかいラベンダーカラーという発色ですね。ベースのカラーはふんわりとしていて、上から微細なラメがキラキラと輝いています。最後 D のカラー、鮮やかさを秘めたブラウンで柔らかな温かみを与えるカラー。パレットの中で見ると締め色の役割をしてくれるカラーなのかなと思いますが、それでもこんな感じで通常のルナソルのアイカラーレーションのミディアムカラーくらいの発色ですね。もう程よい深みもある明るいオレンジブラウンという感じで、こちらも柔らかさがあって可愛いです。はい、 D のカラーはこんな感じです。 D もふんわりとした柔らかいベースにゴールドのラメがキラキラと散りばめられています。柔らかさもありつつ程よい陰影もつけてくれそうですね。
はい、C と D それぞれ弾いてみるとこんな感じです。ではフローラルメイズ全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず C のカラーを指にとってアイホール全体にのせていきます。パープルカラーも透明感があるのでまぶた全体にのせても全然浮く感じがしなくて、この柔らかいパステルカラーが可愛いですよね。続いて D のカラーを指にとって上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までしっかりと濃く発色させていきます。今回のパレットでは締め色としても使えるこの D のカラーですが、こちらも発色は比較的柔らかめなので指でしっかりと塗って陰影をつけていきます。パープルと柔らかいオレンジの組み合わせが春コレクションという感じでいいですよね。続いて A のカラーを指にとって上まぶたの先ほど塗った D のカラーにかからないようにアイホール側にのせていきます。まぶたのちょうどこのくぼみのところに光を集めてより柔らかさを出していきます。絶妙なハイライト効果があるカラーですよね。 B のカラーを付属のチップの太い目にとって下まぶた全体に塗った後、最後 D のカラーを付属のチップの太い目にとって上から重ねていきます。あえて太チップの方を使ってラインっぽくならないように柔らかくにじむように発色させて柔らかさを出していきます。はい、EX28 番フローラルメイズ全色を使ったメイクが完成しました。上まぶたに3色を使ってグラデーションしていますが、どのカラーもナチュラルな発色とふんわりとした質感なので重ねてもそれぞれのカラーが綺麗に生きてくれました。最後ハイライト使いした A のカラーがさらに柔らかいニュアンスをプラスしてくれて可愛いですよね。春らしい柔らかいカラーなのと粉質も軽いのでメイク初心者の方にも簡単に使いやすいと思います。一気に春らしいメイクに切り替わりますね。さらにこの上からイーリセントグリッツの EX01 番バタフライアディクトを重ねてみたいと思います。指にとって黒目の中心にどんどんと重ねていきます。今回アイカラーレーションよりもイーリセントグリッツの方が発色がしっかりとしているのでこんな感じで偏光パールのツヤ感だけでなく深みもプラスしてくれますね。はい、こちら側に EX01 番を重ねてみました。黒目の中心に少量重ねただけですがかなり深みが出てまたニュアンスが変わりますね。春らしい柔らかさも残しつつ少し大人っぽい深みも足したいという時にプラスワンするとすごく可愛いです。はい、両方重ねるとこんな感じです。濡れツヤ感がプラスされてすごく綺麗ですね。続いてリップは先ほどと同じスックのシアーマットリップスティックの春雷の上にイーリセントグリッツ02番を重ねて、チークはドルチェ&ガッパーナビューティーのブラッシュオブローズの130番モカの上に EX02 番を重ねています。少しだけ深みを感じるようなチークの上に重ねるとよりこのブルーとパープルの透明感が引き立って可愛いです。では EX29 番ナイトガーデンを1色ずつ単色塗りでカラーを見ていきます。まず A のカラーです。パレットで見るとカラーの発色がしっかりしていそうですが、こちらもこんな感じで
まぶたの上にのせてみるとすごく柔らかい発色です。でもベースのカラーにしっかりブルーが入っているからか、フローラルメイスの A のカラーよりは色が塗る感じはしますね。はい、 A のカラーはこんな感じです。ブルーとピンクが混ざり合う感じがすごく可愛いですよね。透明感もありつつ子供っぽくなりすぎないカラーだなと思いました。続いて B のカラー、 B のカラーは肌に溶け込むようなライトピンクですね。はい、 B のカラーはこんな感じです。 A のカラーのピンクの部分にかなり近いような少し白っぽい肌なじみのいいピンクカラーです。ふんわりとしたベースにこちらにも微細なラメが輝いています。はい、 A のカラーと B のカラーそれぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のカラー、パレットの見た目だとかなり深みのあるブルーカラーですが、やはり白っぽく柔らかく発色する感じなので使いやすいですね。少しくすみ感を感じるアイスブルーという感じの発色です。はい、 C のカラーはこんな感じです。ブルーカラーに少しグリッシュな雰囲気もあるので可愛らしくなりすぎずに、でも春っぽい柔らかさも楽しめそうです。春カラーの中でもアクセントになってくれて可愛いですね。最後 D のカラーです。やはりこのパレットの中では一番発色がいいタイプですね。結構大粒のラメがキラキラと輝きます。はい、 D のカラーはこんな感じです。深みのあるくすみオレンジという感じのカラーですごく絶妙ですね。この2色は春カラーらしい柔らかさもあるけど大人っぽくて素敵なカラーですね。ゴールドの大粒ラメが結構しっかりキラキラと輝きます。はい、 C と D それぞれこんな感じです。それでは EX29 番ナイトガーデン全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず A のカラーを指にとってアイホール全体に入れていきます。ハイライトというよりも意外とカラーがついたのでベースとして塗ってツヤ感を出していきます。続いて C のカラーを指にとってさらに上に重ねていきます。透明感をプラスしていきます。続いて D のカラーを指にとって上まぶたの目尻側半分にしっかりと発色させていきます。ブルーとこのくすみオレンジの組み合わせがすごく可愛いですよね。続いて B のカラーを付属のチップの太い面にとって下まぶた全体に入れた後、最後 A のカラーもチップにとってさらに上に重ねていきます。はい、 EX28 番ナイトガーデン全色を使ったメイクが完成しました。くすんだニュアンスのブルーとオレンジを組み合わせてみました。くすみカラーなので肌からは浮きにくくて使いやすいですが、春らしさも感じられるような明るいカラーですごく絶妙ですよね。特にこの D のカラーのラメ感がアクセントになっていて、より春らしさと華やかさを演出してくれているなと思います。この上からイリディセントグリッツ EX02 番を重ねてみます。上まぶたの黒目の中心に入れてみます。少し深みも出て大人っぽくなって可愛いですね。はい、こちら側にはイリディセントグリッツ EX02 番を塗っています。カラーの系統が似ているのですごく馴染みはいいですが、さらに深みが加わって大人っぽさがぐんとアップします。個人的にはイリディセントグリッツと組み合わせた方がより可愛いなと思いました。はい、両方に重ねてみました。 C
ツヤ感持たされて可愛いですよね。はい、ではこんな感じで1月20日発売のルナソル春カラーコレクションよりアイカラーレーションの限定色2色とイリセントグリッツ2色を先行発売でご紹介していきました。春コレクションのご紹介第1回目にふさわしい柔らかくて春らしいカラーのパレットで、個人的には特に EX29 番のこの少しくすみ感もあるけれども春らしさも感じる大人っぽい2色がとても可愛いなと思いました。先行発売で即完売だったこのイリセントグリッツもすごく綺麗で、 EX01 番は単色でチークに塗るのも可愛かったですし、 EX02 番も目元にプラスすると透明感と程よい深みが出てすごく綺麗でした。アイシャドウと組み合わせてぜひゲットしたいアイテムですよね。全国発売は来年の1月20日とだいぶ先になりますが、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。